ライトノベルシリーズ。イラストレーションは、候補史あ子。2004年3月から、集英社コバルト文庫より刊行されており、2013年3月に本編が完結した。女性を中心に高い支持を集めるファンタジー小説。2007年6月と翌年3月には、ドラマ CD が発売され、2008年10月から、同年12月まで、テレビアニメが放送された。 また、2009年4月に 5PB よりゲームが発売されている。工業史作画の漫画版が、ザ・マーガレット2008年10月号より連載された。物語の舞台は19世紀イギリス・ビクトリアーサの時代。産業革命により飛躍的に経済が発展し、鉄道が街中を走るようになった。この時代、人々は、妖精が隣人だった一昔前のことなど忘れ去り、妖精は、 おとぎ話の中だけの存在となっていた。妖精の姿が見え、話ができる少女、リディアは、亡き母の後を継ぎ、妖精博士として、スコットランドの片い中に看板を掲げるも、ろくな依頼はなく、町の人々にも変わり者扱いされる日々を過ごしていた。そんなある日、父と共に復活祭を過ごそうとロンドンに向かう船の上で、船室に潜んでいた謎の青年、 エドガーに連れ出され、フェアリードクターとして彼の依頼を受けたことから彼に関わる騒動に巻き込まれていくことになる。物語を通して次第に明らかになるエドガーの過去や彼を狙う組織との戦い、数々の妖精絡みの事件などを通し、二人は少しずつ絆を深めていく。担当声優はドラマ CD 版、テレビアニメ版共通のもの。なお、 タイはドラマ CD に登場しなかったことを示す。2008年10月から12月まで ATX 他にて放送された。ATX では本放送に先駆けて9月28日と10月4日に第1話の先行放送が行われた。全12話。ウェブラジオ、白尺と妖精2個の妖精お茶会がアニメート TV にて2008年10月10日から12月19日に 各週金曜日に配信された。パーソナリティは、ゆうきプレイステーション二用ゲーム、白尺と妖精夢と絆に思いを馳せて画後 PB から2009年4月30日に発売された。ジャンルは恋愛ファンタジーアドベンチャー。プレイヤーは、リディアとなって、エドガーやニコ、レイブンらと協力しながら、白尺家に持ち込まれる妖精絡みの依頼をこなしていく。なお、 依頼は最初に必ず受けるものを除いて全15種類あり、シナリオ進行に合わせてランダムで3種類が表示される選択式になっている。依頼の選択によっては最終シナリオで展開が少し変化する。エドガーに対して好感度システムが採用されているが、このジャンルのゲームには珍しく、上げすぎても下げすぎてもバッドエンドになりうるという設定になっている。 また、リディアが白爵家で働くことになった経緯としての、プロローグ部分や、キーアイテムとなる、白いムーンストーンの指輪に関するエピソードなど、新規のイラストや立ち絵を用いずに、アニメの画像を繋ぎ合わせる形で、エピソードがいくつか挿入されている。白爵と、妖精夢と絆に思いを馳せてに関するカテゴリー。ありがとうございます。